はい、こんにちは、ともチャンネルです。今日ね、ハードオフに、ハードオフじゃないんだよ、あそこね。ブックオフに行ったら、タスカムの DR-05 というのがね、バージョン2の方が置いてありました。そしてね、これの値段がね、5980円。まあこれがね、高いか、まあ高くないかというのはちょっと私わからないんですけども、確かね、アマゾンでももう1万円ぐらいだったと思ったんで、まあそれなら安いかなということで見つけてすぐ買ってきました。はい、これはね、もちろん言わずと知れた CPM は何だっけ、いい音の取れるね、蓄音機でございます。これ蓄音機、昔で言う蓄音機ね。今で言うと、IC レコーダーっていうのかな。で、一応それで、このタスカムというメーカーはね、調べてもらうと分かるんですけども、やはり音の、こういったものをね、扱っている会社なのかな。なのでね、これはもう、いろんなところでレビュー見たんですけど、コスパのかなりいい、ね、やつらしいんですよ。で、まあ、ここにも書いてあるんですけども、単三電池で動くということなんで、充電池もね、使えるということなんで、買ってきました。それでね、そう、PCM 録音ができるね、レコーダーですね。はい。ではね、これね、まあ、開けていきたいと思いますけども、まあ、ちょっとね、買う前に一回見せてもらったんでね、どんなものかはもうすでに見ております。ではね、オープン。はい、出ました。こんな感じのやつがね、もう入っております。そしてね、付属品として、まあ説明書はね、入ってました。そして、USB ケーブル、これがタイプ B ですね。やはり元がもう何年も前のものなんでね、タイプ B なのかもしれません。そして本体、これ思ったよりこのデカさだと思ったんだけど軽いんですよ。見てください、これ、手のひらね、手のひらと同じぐらいなのに、スマートフォンより軽いよ、これね。はい、そしてね、ボタンの大きさがあるんで、結構押しやすいですね。これはいいかもしれません。そして、後ろにね、乾電池の入るこのボックスがありまして、はい、乾電池は空です。はい、それで、どこだ？ここにね、SD カードが刺さるもの、ところが入ってますね。そして、ここに USB。これで、データのやり取りができるのかな。で、ここからも、給電録音ができる4話なのですけども、まあ、ちょっとこの辺はね、まあ、どっちみち乾電池の方で、充電池の方でね、やっていきますので、まあ、あんまり気にならないかなということです。では、ちょっとね、電源入れていきたいと思います。ちなみに、ヨドバシカメラで、ウルトラのサンディスクのね、この SD カード、ミニじゃないや、マイクロ SD カードも買ってきました。で、最低が16ギガしかなかったんで、もうしょうがないから、この最低の、容量だけど、まあ16ギガ買ってきました。ちょっと大きいと思うんだけどね。ただ、最高画質で録画したとき、どれぐらいね、食うのかわかんないから、まあいいかなということです。では、これをぶっ刺して、電源入れていきたいと思います。今ね、開けて中見たらね、こう SD カードの中見たら4ギガの SD カード入ってましたね。まあでもせっかくなんで16ギガの大きい容量のやつを入れてみました。そして電源、あれ、電源どこ、電源、あ、これかな。再生機能のところにこの電源マークがありますので、これを押してみます。あれ、あ、じゃあ電源ってここにあった、ここに電源、あら、電源長押しかな。はい、電源入りました。そして設定で、日にちをセットしてやらないといけないのか。今日は2018年の6月17日ですね。
そして時間が、今の時間は17時、54分、秒までいけるのかな、まあいいや。はい、決定。んで SD カードを初期化しますかということで、はい、押したのかな、今再生をしたから、ファイルがありませんということになってますけども、とりあえず録音をポチッと押してみました。はい、録音されてますね。これゲージを見るとわかると思うんですけども、録音しているということがちゃんとね、録音中という文字も流れております。で、停止はこれか、うち、そしてあれ、メニュー、再生設定、あ、ファイルフォルダ、これかな、ちょっと待って、これはまだいいや。うん、これどうやって今録音したのを撮るんだ、撮るんじゃない、聞くんだろう、うん、再生メニュースピーカー設定、あ、オフになってる、オン、オフ、はい、オン、メニュースピーカー、その他、インフォメーション、入力ミックス、チューナー、エフェクト、なんかいろいろありますね。ああ、わかりました、わかりました。今ね、ちょっと見てたんだけど、適当にやったらね、動いたからね。はい。ではね、ここのね、録音っていうのを一回押すと、これで録音の待機中になるみたいで、さらにそこから、もう一度押してやる。そうすると、時間の方が進んできました。これでようやく録音がね、始まったということみたいです。はい、これで一旦停止してやって、再生。あれ？あ、再生でまたここを押さないとダメなんだね。あ、そんでこっから音が聞こえてんだけど、かなり小さく聞こえてますね。これはマイクより、あ、イヤホンで聞かないとダメかな。はい、でいうということでね、とりあえず動きました。これでね、また今後ちょっと音声のデータをちょっと作っていこうかなと思います。これで音が良くなればいいんですけどね。はい、ありがとうございました。ではまた。